ぴょんぴょんぴょーん、これデプスのワカサギベイトね、登場しましたね。早速買ってきました。しかも2つね、フローティングとシンキングモデルが、両方一挙に登場ということで、でカラーも揃えてね、今回はこんな感じで、2種類のワカサギベイトを買ってみました。デプスっていうことで、デプスっていうとね、結構大きなバスに照準を合わせた比較的大きめなルアーね、そういったのが多い印象なんですけども、これは結構繊細な感じのね、まあこういうね、愛字系っていうことでいいんですかね、こんな感じで登場したので、早速ね、どんなルアーか開けていきたいと思います。まあね、ちょっと重さも測りたいんで両方開けようと思うんですけど、まずはじゃあフローティングモデルからね、開けていきたいと思います。はい、こんな感じで、まあ台座に乗っかっていますけども、出てきましたよこれね。あー、でもやっぱりあのデプスなんで、なんだろう、肉厚な感じっていうのかな、小さいんだけどなんか筋肉質な、そんな感じの触り心地ですね。ほんとこんなね、指先にちょこんぐらいのこういうサイズなんですけども、持った時にね、なんか丈夫そうっていうね、そんな感じがありますね。まあ実際使ってみてどんな感じかってところですけども、で、気になるのは、あね、尻尾のところはね、こんな感じの取り付け、小さなシリコンチューブみたいなので、こう愛に接続されているのかなっていう感じですね。で、こんな感じのね、柔らかい尻尾がついていて、で、フックはね、シングル仕様なんですが、ここね、これ、ここはね、スイベルになってるね。回転するようになっているので、魚かけた時に、バラしづらそうなね。でなおかつこういった仕様だから、なんか重心が下にね、一点にこう集中して安定して愛字に引けそうだなーってね、外側、しかも外にちょっとこうはみ出るような感じでね、こういう仕様になっているので、姿勢を安定させてくれそう、そんな印象があります。で、愛はね、こういう感じになっていて、で、フックはね、すごいね、小型なんですけども、これフッ素加工を施された針がね、最初から標準装備っていうことでね、ちょっとしたチョンっていうね、こう吸い込みバイトとかにも、サクッとね、刺さってくれそうなので、非常に鋭い針がね、最初から装備されてるよっていうことで、はいね。で、そうですね、じゃあシンキングの方も開けていきたいと思います。まあ、パッケージにね、こうすごい分かりやすく S と F っていう風に書いてあるので、で、この赤い S ってのが特徴的なのが、まあ、シンキングモデルだよってことでいいと思うんですけども、はい、こっちも、針がついていて、出てきましたが、パッと見はフローティングともうほんと全然変わらないかなっていうね、感じで、はい、ここね、ちょっとアイディアなんですけども、シンキングモデルはお腹の方に、ワカサギベイト 65S って書いてあって、ここね、で、こっち書いてないじゃないですか。フローティングはこういう感じでね、フローティングモデルは背中にワカサギベイト 65F って書いてあるね。ここら辺で、まあ、瞬時に、まあ、ボックスの中とかで、あれ、どっちシンキングかな、どっちフローティングかな、なんて時に、ここで、どっちかなってすぐにね、こう、見た目で、わかるっていうね、こういうギミックが搭載されてるようですね。うん、だからこっちが、あ、フローティングだな、あ、こっち
文字が書いてあるからシンキングだな、ね、こういう感じで見分けられるよってことみたいです。じゃあちょっと早速重さの方もね測っておきたいと思います。シンキングとフローティングっていうことで、ここの違い分かるかなっていう感じで、まずじゃあフローティングは何グラムでしょうか。 3.4 グラムって出ましたね。どうだろう、じゃあシンキングは4.3。 あー見た目以上にねこうフローティングとシンキングでしっかりとね重さの違いが出ましたね。はい、あこれはねどうだろう、意外だなと、ここまで違うんだね。これは投げ心地とかも全然違うでしょうし、まあ出しどころもね違うでしょうから、それはそうなんですけども、あーへー、そっか。で裏面にはこう説明が書いてあって、あこれね微妙に裏面の説明書きもシンキングとフローティングで違うようなので、ちょっと両方ねしっかりと見ていきたいと思います。じゃあねまずフローティングしましょうか。でフローティングはあねこれさっき言って背中に、文字が書いてあるからこっちがフローティング。じゃあまずねちょっとフローティングの方の説明見ていきたいと思います。65mm ボディだよということで、ウェイトは 3.5g だよっていうふうに書いてありますね。独特なボディシェイプによりベイトフィッシュが逃げ惑うようなパニックアクションを繰り出せる I 字形リップレスミノーです。綺麗な引き波を生み安定した I 字アクションを見せるフローティングモデルは水面を漂わすデッドスティッキングでもバスを呼び寄せる高い就業力を持ちながら、ひとたびロッドアクションを加えるとベイトフィッシュが捕食者に襲われ慌てふためくような水門を作り出します。ダート幅を広げた低抵抗ボディにより水面を飛び出すようなパニックアクションでバスの興味を上へと向けバイトへと持ち込ませてくれます。ボディについてキレのあるアクションをもたらす高浮力のスクエアボディ、スケーティング幅が広く凹凸の少ない、低抵抗ボディですね。で尻尾には、ティンセルテールということで不自然な揺れを、抑制するスタビライザーの役目で、フックはですね、10番ね、ファイトに追従し右レア、フックオフを、軽減するスイベルアイということですね。で推奨のラインが書いてありまして、PE0.65 に、リーダーフローの、5ポンドの付けたものか、ナイロンの4ポンドね、おすすめで書いてあります。推奨ラインセッティングとなります。ラインの特性または、スナップなどを使用されると本来のアクションの、妨げになりますのでご注意くださいっていうことで、あスナップは使わないでねっていうことで書いてありますね。だから直接この愛に糸を結んで使ってねっていうことですねっていう、こうフローティングの説明、これやっぱフローティングの説明ですね。で、はい、じゃあ続きましてね、これシンキングモデルの方ね、どんな説明書きかちょっと見ていきたいと思います。まあ同じくですね、 65mm ボディなんですけども、ウェイトは 4.3g だよということで、マッチザワカサギね、独特なボディシェイプによりベイトフィッシュが逃げ惑うようなパニックアクションを繰り出せる I 字形リップレスミノーです。水面下を I 字アクションでトレースできるシンキングモデルは水温や風などにより表層には出にくい状況下で活躍してくれ、ダートさせやすい前傾フォールでベイトフィッシュが逃げ惑う、予想不能な逃走アクションをリアルに再現してくれます。また水の動きだけで、揺れ動くボトムでの、デッドスティンキングも、効果的にバイトへと導いてくれますね。で下の説明のボディについては一緒のことが書いてありますね。フックの大きさ10番だよとか、あとはキレのあるアクションをもたらすための、スクエアボディで、スケーティング幅が広く、凸凹が少ない低抗ボディだよとかね、これは一緒ですね。でラインのところが違いますね。推奨ラインはフロロの5ポンドね、推奨ラインセッティングとなります。ラインの特性またはスナップなどを使用されると本来のアクションの妨げになりますのでご注意くださいっていうことで、全然ね後ろの説明書きがね違う内容が書いてあるので、ね、
まあ、このフローティングモデルはね、本当水面ね、浮いてる特性を生かしてその波紋を出したりとか、水面の上でこうパニックアクション的にねタタタタタって逃げるところとかね、そういうのが演出しやすいよっていうところと、シンキングモデルはね、俺書いてありましたけども、沈めて、まあ、そこの付近でデッドスティッキングさせて、お、なんかいる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 、ガバーって食わせるね。フローティングはこう上で浮かして止めておいたりもできるし、パニックアクションもできるし、愛字引きもいいしっていうね、こういう感じでシンキングモデルとフローティングモデルでね、出しどころがちょっと違う、まあもちろん違うんですけども、結構ね、形は全く一緒なんですけども、使い分けてねいけたらいいなぁなんていう風にね読んでて感じました。まあね、時を同じくして今活のアイアローなんかもそうですね、フローティングとシンキングが同時に出たりして、その他ジャッカルなんかからもね、最新の IG、ミノーが出ていたりとですね、以前この IG 系ね、まあなんか本当去年ぐらいですよね、琵琶湖なんかでそのギルクイパターンってのがちょっと減って、でがぜんこう広大な琵琶湖でワカサギパターンなんかがね、流行りだしたね、よく釣れるなんていうね、こう愛字引きの釣りとかね、でそこから本当いろいろなメーカーからこういった愛字引きに適したようなね、ルアーが続々登場しておりますので、まあ嬉しいのはね、本当これ関東とかでもね、この手のやつってね、本当昔からよく釣れるジャンルじゃないですか。それが本当いよいよ西の方でもね必要だってなって、で今までだったらこういう愛字引きのミノーとかあんまり出さなかったんじゃないかななんていう、メーカーからも続々ね愛字引きルアーね、こんなのどうよっていう感じで登場しだしてますので、なんかね嬉しいですよね。やっぱ房総のリザーバーとかでね、使いやすいですし、あと富士五湖ですとか、まあ各ね野池なんかでもこういうサイズ感のね、ジャスト餌みたいなね、サイズのルアーって本当ね、釣れると思いますので、そういった意味でこうデプスからもねこういった感じのね、食わせにかかったねやつが出たっていうのはね非常に嬉しいなと思ってね、早速ね釣り場に持って行って、いろいろ使ってみようかななんていうふうに思いますけども、皆さんだったら、どんなシチュエーションで使えますかね、そういったところもねぜひコメント欄なんかに、残していただけると助かりますということで、はい、というわけでね、本日はねこれ開封してみたよっていうことで早速開けてみたんですけども、デプスから新しく登場したですね、ワカサギベイト、これのフローティングモデルとシンキングモデル、これね開けて重さ測ったりね、どんな形か見たりしてみたよっていう、こういった動画でした。また会おうぜ。